前々から、うん、皆さんも、はい、そして我々も、うん、楽しみにしております、はい、第2回目の、はい、ファンミーティング、はい、決まりましたね。よっしゃー、ありがとうございます。2回目、はい、早くやりたかったんでね、はい、決まりました。そうですね、はい、日程は、はい、4月、はい、25日、はい、4月25日火曜日です、はい、はい、平日です、はい、決まったんですが、うん、場所の方は、はい、蛍原さんから、はい、お願いします。はい、今回はですね、関西の方、兵庫県の方に行きたいと思います。なんとやばいですよゴールデンバレーゴルフクラブでございます。やったやりましたね。1回目がアバイディングさんで、はい、ヤバイディング、はい、本当に難しいコース、はい、2回目ちょっと難しかったんで、はい、優しくしようかなと考えましたが、はい、やっぱり今回も超難しい関西のゴールデンバレーということで、まあ、日本一、まあ、難しいとされている、はい、ロバート・トレント・ジョーンズ・ジュニア好きですね、ロバート・トレント・ジョーンズマイア・デスモンド・ミューアン・ヘッドいや、かなりの設計の方に作られたコースなんで、本当に面白い、これは攻め応えがある、これをみんなでやろうじゃないかっていうことですね。はい、やっつけでね、はい、やられと、はい、いうことなんですけど、うん、今回も、はい、またうちの顧問の、うん、先生には、はい、ご出演 OK、はい、決定でいいんですね。決定で、じゃあ高松志門先生も来られるということです、はい、皆さん、はい、でさらに、はい、もうお一方ほう、ゲストというか、うん、まあそれはまあ今はちょっとまだ発表できないんですが、うん、もう一人、うんうん、このコンペ の、うん、のスペシャルゲストをちょっとご用意して、はい、ちょっと1回目とは違う思考も含めて、はい、うん、考えてますので、それは、まあ、決まり次第、はい、報告するっていうことですね。じゃあもしかしたらもう一方ゲストが来て、はい、もちろんこのフォトゴルフでお世話になった方ということですね、うん、はい、ゴールデンバレーは、まあ、はい、コース、うんのことを、ね、皆さん言われますし、はい、うん、メンテナンスであったりとか、はい、その難しさ、うん、あと景色の良さがあるんですけど、うん、もう一つ、うん、食べ物美味しいですよねそうだね、皆さんレストランのお食事も楽しんでほしい、全部美味しい。カレーうどんやばかったな冬場なんで温まるかもわからない。ちょっとこう関西風のね、はいはいはい、だしの、はいはいはい、うどんで、そうですね、まあ本当に、初めて回られる方なんて、もしよかったらこのフォトゴルフで予習していただいて、回ってますから、一人で、そのあたり勉強していただきたいなと。これは嬉しいね。ほんで、はい、どれぐらいの方をお呼びしましょうか、はい、前回、はい、38名、はい、1回目は、募集しまして、38名ということは、はい、10組です、ね、10組ぐらい、はい、募集させていただいて、はい、まあ、正確にはちょっと伏せますが数十倍の ありがとうございます、ご応募いただいたんですが、はい、より多くの方へと、うんうんうん、ただ、まあ、何せ、うん、ご存知のように、はい、
少数精鋭型で本当にね、フォトゴルフは本当にね、はい、精鋭でもないんです。ごめんなさい、勝手に言いました。ほんまに限られたキャパシティでやってますので受け入れるキャパがないと、はい、いうところ で、はい、でまあ目の届かないねところで、うん、やっぱりこう、うん、ねできればやっぱ本原さんと、うんはい皆さんでこう触れ合っていただきたいんで、うん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 、その触れ合いが届く範囲でやるのが、うんまあ、フォトゴルフじゃないかなというので、はい、今回も同じく、うん10組、はい38名の方にという、はい、10組38名の方ということで、もしお時間そしてね、作れる方ゴールデンバレー興味ある方そしてフォトゴルフ、いつもご覧になっている方応募の方よろしくお願いします。はい、詳しいところは、はい今日から、はい、この、動画を公開する日から、うんうんうん募集方法のところで、はいうんうん応募フォームをご用意してますので、うんはいそちらの方からクリックしていただいて、うんご応募いただいて、はい、で期間は約2週間、はい、で2月末には、うん発表をさせていただき、はい、まあこの応募本部の方にすべて書いておりますので、うんうん、ぜひそちらを覗いていただけたらと。はい、本当に皆さん、本当ね、アバイディングの第1回目の時もね、ものすごい楽しかったんですよね。だから今回も楽しみにしてますね。皆さん一緒に、楽しみませんかということですね。ぜひぜひ応募の方よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。